武田浩一は日本の実業家、睡眠研究家、著作家である。ムーン株式会社代表取締役。一般社団法人熊本創成起業家ネットワーク、副代表理事。熊本県立熊本工業高等学校卒業。九州ルーテル学院大学人文学部卒業。2006年5月、DVD コンテンツ製造販売蓄電合同会社を設立。2011年7月、快眠グッズ製造販売ムーン株式会社を設立。熊本本社、東京支店、ニューヨーク支社が拠点。幼少期から睡眠障害で悩む。2005年九州ルーテル学院大学在籍時に個人事業主として創業。2006年サッカー指導者向けやラーメン店、開業希望者向けにノウハウを DVD に収め、販売する蓄電合同会社を設立。2011年28歳の時に光で起こす目覚まし時計を使い8歳から悩んでいた睡眠障害を克服。同年、光で起こす目覚まし時計を製造販売するムーン株式会社を設立。もともとは朝5時に寝て昼12時に起きる夜型生活だったが、睡眠障害克服後は朝5時に起き夜10時に寝る生活を続ける。趣味はサッカー。2017年中小企業庁、羽ばたく中小企業、小規模事業者300社に選定。ありがとうございます。